ちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日も日本シリーズ第2戦行われました。はい。はい。結果はどうだったんでしょうか見ていきましょうかね。まあ、結果ここに書いてあるけどね。そうなんですね。星2つということで。はい。まあ、ソフトバンクが、うん日本シリーズ14連勝というね。うん。また記録を伸ばしたというね。はい。まあ、そういうことにはなってるけども。はい。まあ、強いな。まあそうですね、スコアとしては6対3でソフトバンクというスコアだったんですが、うんねはいねまあ、ヒットは両チーム9本ずつということで、はいうん、ただやっぱこうゲームの入りということに関して言えばね、うん、やっぱちょっと集中してるなという感じがするよね、うんうん、まあ DeNA も集中してるとは思うんだけども、うんまあどうなったかということをね、はい、まあちょっと行きたいと思います。神田ちいちゃんよろしくというねはいお願いします、はい、でこうなりました。はい今日のオーダーは、ね、まあ DeNA の方からいくとちょっとねアクシデントといえば、まあ、まあまあ最初頭からいくけどもまあ梶原をね下から上に上げてまあ1、2番、桑原、梶原、牧、ここに筒香が来てるんだよね。そこですね、あのアクシデントといえば、まあ、そうだな、まあ、オースティンが昨日のあの自打球で足の甲にね、うん、自打球を受けて、まあ、それであのなんて言うんだろうベンチにも入らない登録にも入らなかったということでね、うんまあ、ベンチ外だったんだけども、まあ、そこで4番を筒香を持ってきたというね、はい、まあそのモイネロに対して筒香って、まあ、左対左という、まあ、筒香の技術だったらあんまり関係ないとは言ってもね、うんまあ、オースティンはこうモイネロからホームランを打ってるし、まあ、ちょっと痛いなというね、うん、で昨日まで3番だった佐野を5番に持ってきて、うんまあ、宮崎はちょっと当たってないっていうことでちょっと下げたのかな、うん、で戸柱、森、大貫というね、はいいうことになりました。筒香選手が入ることで佐野選手がファースト、うんまあそうだね、で筒香選手がレフトということでね、まあ、ポジション的にもねちょっと変わったということで、ねうんはい、でソフトバンクの方は、4番、5番まで変わらないのかな。いや6番まで変わらない。あで6番が正木を昨日入れてたんだけども今日は柳町を入れてきたというそこだけですね変わったの、まあ、ここだけだね。あとピッチャーとね、あとピッチャーとね、うんうん、まあ状態を考えるとまあこういうオーダーがベストなのかなっていうような感じがするけども、うん、やっぱり2戦目にこれだけ大きくオーダーを変えなきゃいけなくなったという DeNA がね、まあ、ちょっと心配やけどね。はい、はい、ということで試合結果です、うん、はい、はい、このようになりました、はい、ました。もう前半後半で点を取っていったっていう感じで、はい、両チーム分かれた感じですが、まあそうだね、はいまあ、ゲームの入りがいいっていうのは、まあ、序盤にも6点を取ってしまうというね、うんでまあ大貫にものすごい期待はしたんだけども、はい、うん2回と3分の162球でまあ実質 KO と言ってもいいかな。ちょっとね今日はそうですね62球7安打4三振、うん、2つのフォアボール5失点というような内容になりました。で一方モイレの方は6回3分の2、うんはい、106球、はい、で被安打が8、はい、三振が6、はい、フォアボール1つ、はい、デッドボール1つ3失点という形ですね、うん、まあそうだね、うんまあ、2人をこう対してちょっと言うとさ、うん、モイネロはそのなんていうのバンバン向かってくるというね、はい腕も振れてたし、うん、ただ大貫の方はやっぱソフトバンク打線っていうのはこう対峙してみるとすごい怖いのかな、うん、まあやっぱ ねテンポもねやっぱこう悪かったんだわ今日、うん、でまあ投げてるボールっていうのもそんなに状態が巨人戦の時よりも良くはなかったけども、うん、ちょっと考えすぎたかなという感じも見受けられるんだよね。ちょっと神経質になりすぎた。そうだね。まあここはね戸柱もそうだと思うんだよね、はい、で入りが大事、うんまあおそらく DeNA のバッテリーもそうだったと思うんだけども、うんはい初回ねこの2点を取られるシーンなんだけども、うん、まあ周東がワンアウトからカーブをライト前ね、うんはい、昨日はなんかツーシーム系のボールをセンターに打ち返してたけども、うん、今日はなんかまあ変化球を狙ってたかのようにまあライト前に持っていったんだよね。ワンアウトの後ね、はいはい、で今宮にはフォークで三振を取ってるんだ、うん、で山川そう、ねうん追い込んで、うん、
ワンボールツーストライクから、はい、カーブを投げて、うんうん、やっぱちょっと抜けたんだよね、うん、体の方に、うん、山川の、うん、それを見事にやっぱ持っていくね、うん、で力あるわ、ね、やっぱあれだけ高く上がったらなかなかいかないんだけども、うん、やっぱ力あるな。まあ大貫はそれを分かってたかのようにもう瞬間ね、あの天を仰いでたけどね、打たれた瞬間にね、そうそうそう、うん、いやだここら辺が俺考えすぎかなと思ったのが、はい、ここら辺やっぱり素直にフォークいけなかったかなっていうね、うん、その前空振り取ってたりする、そう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 、うん、いやだからここら辺がなんか立ち上がりを見てると、まあフォークも多少使うんだけどもできるだけ隠しときたいというような、うん、そんな感じに見受けられたんだよね、うん、で大事なところでフォークを使うという、でまあ多彩で球種もたくさんあるから使う球種は、うん、だそれでごまかそうとはしてたんだけども、それだけの調子がなかったな、大貫に。そこをちゃんと操るだけ、そうそうそう、ですかね。だから惜しげもなく、うん、もう最初から行っときゃいいのになと思った、うん、このホームランを見た時に。だから再三言ってましたもんね。なあ、だからちょっともったいない立ち上がりだったかなっていうような感じがしたんだよね。うん、で、まあモイレノの方は、はい、もう3回をフォアボール1個だけ。まあ、ノーヒットに抑えて、うん、まあ、立ち上がっていくというね、はい、うん、まあ、非常に素晴らしい立ち上がりもしてたし、はい、で、まあ、3回、うん、ね、点を取られるし、あ、点を取るシーンなんだけども、うん、今宮がヒット、はい、山川がヒット、うん、ね、これもね、うん、まあ、変化球ばっかりをこう打たれるんだけども、うん、まあ、ここら辺もなんかこう、まあ、狙われてるというか、うん、まあ、ものすごい対応してくるなというね、うん、ノーアウト一塁になって栗原に対して、うん、どうするかなと思ったら打たしに来たんだよね、うんうん、まだ序盤ということもあって、はい、まあ、昨日の戦い方を振り返ると、うん、後半になって栗原には送りバントさせてんだよね、はい、だからまだ前半ということで打たしに来て、うん、これはやっぱきっちりねフォアボールを取るんだよ、うん、だからここら辺はねもう大貫がなんかちょっと相手に圧倒されてるというかさ、なんかすごく圧を感じながら投げてるなというね。そのフォアボールは痛かったですよね。まあ痛かったな。これでノーアウト満塁、はい、で柳町、はい、まあ、セカンドの牧がね、うんうん、うまくさばいてホームに投げるんだけども、はい、まあ、ちょっとボールがそれた分だけキャッチャーがホームを踏み直し、まあ、ゲッツが取れなかったという、ワンアウト満塁ということでね、うん、はい、で牧原、うん、で牧原はもうとにかくね早打ちなんだわ、はい、うん、で、2球目の、うん、スライダーを、まあ、ライト前へ打つと、はい、まあ、これが2点タイムリーになるんだけども、はい、まあ、梶原もちょっとね守備をもう少し慌てないでしっかりやらないとやっぱこうピンチがもっと広がっていくよね。だからまあ2点タイムリーになって、はい、でここで下位に回ってきて、うん、ピッチャーを諦めるという大貫をね、はい、佐々木投手が出てきます。まあこれはしょうがないなと思った。もうちょっとできると思ったけど、うん、俺はまあ実際調子もちょっと今日は良くなかったけども、俺配球で全然いけると思うんだよね、うんうん、大貫は、はい、だからもう一回チャンスがあったら、うん、もうちょっと配球をもう一回考えてほしいなって。もう少しシンプルにっていうこと？もうそれでもいいと思う、うん、だから裏をかこうと思って逆に打たれてるという、うん、もう素直にもう落とすところはもうどんどん徹底して落とせばいいのにっていうような、うん、曲げるところは徹底して曲げればいいのにって、うん、俺は思ったんだよね。なるほど。だからまあそういうピッチングができずに、まあ、降板ということで、うん、で佐々木、はい、で甲斐に対して、まあ、ライトフライ犠牲フライを打たれて、うん、まあ、この回3失点になるんだよね、はい、まあ、だけどソフトバンクの方はやっぱ卒がないなって思うね、うん、で甲斐も決して調子が、まあ、良くはないと思うんだけどバッティングの、はい、だからここら辺できっちりね外野フライを持っていける、うん、それも右方向に持っていけるという、うん、だから外野フライを打つ時に右バッターが引っ張ってボールを上げようとするよりも逆にこう押っつけて押っつけたバッティングをする方がボールが上がるんだよね、うん、だそういうこう基本的なことがやっぱソフトバンクはきっちりできてるなっていうね、うん、まあ、まあ完成品に近いような本当にチームだね、うん、うん、まあ卒がない、はい、はい、でな4回表、うん、
ね、ワンアウトから、周東がツーベースヒット、はい、今度は先ほどは引っ張り、うん、次は流すという、はい、まあ、きっちりこうなんていうのかな、まあ、読まれてるというか、うん、先ほどは変化球、うん、次はまっすぐ系をレフトに流してツーベースという、はい、で今宮倒れたんだけども、うん、ツーアウト二塁ね、はい、うん、まあ、山川が、まあ、レフト前にヒットと、はい、でここら辺もね、森がちょっと一塁に投げることを意識しながら、うん、ちょっとボールに対処しようとしてたんだよね、うんうんうん、まあ、それでちょっと抜けていったような感じがするんだけど、森の能力からしたら絶対止めれたボールだと思うんだよね、うん、だからこのバッティングでは梶原と森っていうのは非常にね、うんうん、伸びてきてるんだけど、やっぱ守りとい う, こう球際の強さ、うん、あ、まあそういうことをもう少しちょっと考えて、うん、まあ、やってほしいなっていうふうに思ったね。もう一つ精度を上げてという感じですかね。まあそうだね、うんうん、まあ、だけどここら辺はねやっぱりねさすがだわ、うん、うん、まあ、きっちりやっぱ打ってきて、うん、まあ6点目を取られるというね、はい、で反撃に出たい DeNA、うん、ね、4回ね、ワンアウトから牧がこの日、うん、まあ、初ヒットという、はい、DeNA チームでの、うん、これがセンター前、まあ、筒香が三振、佐野がデッドボール、うん、でこうツーアウト1・2塁、はい、でバッター宮崎、うん、やっぱこう最も打ってほしい人っていうか、うん、やっぱ宮崎が打たないと勝てないというようなね、うん、まあ、そういう人に回ってきて、ワンストライク後、うん、1塁にピックオフプレー、はい、佐野を刺しに行くんだよね、うん、でまあセーフにはなるんだけど、ね、やっぱりね、なんていうの、こうそういうところでもしっかりこれ結構サインなんだよね、うん、キャッチャーからの、うん、でファーストも山川も見てるし、うん、モエネロも分かってるし、うん、もちろん出した回は分かってるよね、うん、それをきっちり座ってボールにして、まあ、ファーストに投げてるという、まあ、間一髪セーフだったんだけども、やっぱこういうこともね、やっぱ抜かりない、うん、やっぱ隙がないなと思うよね、うん、やっぱこう6点取ったとしてもこういうところをなんとか助けてやろうとか、うん、ピッチャーを、うん、まあ、そういうそうやってくる姿がやっぱソフトバンクの強さはあるなと思ったね、うんうん、ね、うん、まあ結局宮崎はキャッチャーのファウルフライに倒れて、うん、チェンジになっちゃいましたね。チェンジになった、はい、で5回、はい、どっちですか、裏、はい、DeNA の攻撃ね、5回裏ね、はい、ワンアウトから、うん、森がピッチャーライナーでヒット、はい、もうね、あの思い出のにぶち当てるんだけども、うん、大丈夫かなと思ったら国防監督はあれベルトに当たったらしく全然痛くないですみたいな感じだったってその後も平気で泣けてるからな、みんなヒヤッとしたんですけど、まあまあそうだね、実はそういう秘話があったというね、本当だね、良、うん、かったですね、まあまあ良かったね、でもね、うん、本当にね、でここで、ピッチャーのところにか、ピッチャーのところピッチャーはその時もう浜口投手がやっていて、 そ,、ね、はい、そこに代打ですね、代打松尾選手、はい、はい、初球のインサイドのモイネロのまっすぐ、うん、打ち返したね、三塁線にちょっと詰まってたけども、うん、でもやっぱ初球からこういう場面でいけるっていうのはさ、うん、やっぱこう非凡なもの持ってんね、松尾は ね、あの、来てと思ったら、まあ、入りがいいわ、うん、準備がね、で初球を打った、はい、で次桑原ワンアウト2・3塁でね、ワンアウト2・3塁で、はい、これも初球、はい、ちょっとチェンジアップかな、うん、それをあの左中間に持ってって、うん、2点タイムリーツーベース、はい、で梶原これも2球目を打ってセンター前、はい、まあ、タイムリーにはならなかったけどチャンスを広げる1・3塁、はい、ツーアウト1・3塁、はい、ワンアウト1・3塁、ワンアウト1・3塁ね、うん、でバッター牧、はい、2球目のチェンジアップを打って6・4・3のダブルプレー、はい、一応ね、まあ、リクエストしたんですけど覆らず、まあそうだね、はい、ただあのこの攻撃っていうのはさ、うん、今後参考にしてほしいと思うのはね、はい、みんな早打ちなんだよ、うんうん、やっぱ積極的にバットが振れるという、うん、ね、あの甘いボールじゃない難しいボールでもやっぱ思い切りよく最初からいけたという攻撃が、うん、俺点になってまた勢いのごとくつながっていったと思うんだよね、うん、松尾選手、小原選手、そうそうそう、うん、いやだから牧がゲッツー打った2球目、うん、
まあ、あの2ストライク目だけども、うん、いやこれ全然良くて、うん、もうねダブルペアもしょうがないよ、うん、これ結果だから、うん、まあ、だけどこうやって積極的にねみんながなれるっていうことが、うん、まあ、一番かなと思ってたよね、うん、で最初のうちっていうのは打ちに行けなかったから、うん、まあ得点もねこれだけあったから、うん、なかなか打ちに行けなかったんだけども、うん、この回にね、このシリーズの目安となるこうやってほしいことというか、うん、やらなきゃいけない攻撃が、まあ、ここでできたかなという感じがするよね。なるほど、はい、はい、で、6回、はい、ツーアウトランナー1塁、うん、宮崎がやっとこのシリーズ、ヒットが出たんだよね、3回前、ね、で戸柱のところに回ってきて、うん、ここはね実はねピッチャーを入れてるんだ。で松尾をね代打に送って松尾がマスクをかぶって松尾選手ね、で戸柱のところ7番にピッチャー入れてた、うん、はい、でその時中川が投げてるんだよね。この時も、中川投手がマウンド上がっていて、うん、初めて回ってくる打席ですよね。そう、うん、でやっぱ負けてる、うん、4点ビハインド、はい、大打出さなかったんだよ。そうなんですよね。だからここがどうなのかなっていう ね大打かなとちょっとやっぱ泳げた方多かったと思うんですけどそのままね、そうだね、中川投手がこれバッティングがいいというようなことなんでしょうか、うん、まあ、バッティングがいいっていうことと、うん、7回に今宮、うん、山川って回ってくるんだよね、はい、だからこの右を抑えたいというかこれは試しなのかそうじゃなくやっぱこうゲームの流れとして中川を使ってしまったのか中川を代打を送らなかったのかこれはちょっとわからないけどもだけどまあ普通に考えたら追っかけてほしい、うん、なんとか代打を使ってでもつないでほしいっていうのがあったよね、うん、ただツーアウトランナー一塁これはもう得点ならない。まあ次の回中川、うん、と今宮山川を抑えて、っていうことを考えてたのかもわからないしこれはどっちを重視するべきだってたんでしょうかという感じですね。まあ、そうだね。ゲームのね中盤もう少し点を取っておきたいというところがそうなんだよあるけれどこれがね序盤だったらまだ話は分かる、うんうんうん、でももうね6回でしょ、はい、あともうここにヘルナンデスオスナって絶対投げてくるって考えるとさまあオスナは昨日ね3点取ったけども、うん、投げてくると思ったらもうねこの6回7回しかチャンスがなかったわけよ、うん、っていうふうに考えるべきなんだよね普通は ねということを考えると俺は代打を出してほしかったなとは思うけどもね、うん、まあ、確かに、7回に今宮山川というふうに、うん、まあ、中川がきっちり抑えたよ、うん、で栗原のところで高尾も元を持ってきて、はい、まあ、三者凡退に切り取った、うん、ね、まあ守りの方ではねうまくいったんですよね。まあそうだね、うん、だからまあこれ以上失点はしたくないそのためには中川を使うでもやっぱ負けてるんだったら点を取る姿勢っていうのはねまあちょっと見せた方が良かったのかなっていうふうには俺は思ったけどもね難しい判断ですね難しい判断だけどもね、まあ、ここに代打が出なかったのはソフトバンクにとってはあ良かったと思ったのかどうなんでしょうね。まあそれはやっぱりなんでやろうっていうふうに疑問には思ったよね、うん、まあ、確かに中川シーズン中にねホームラン打ったりとかしてるんだけども、うん、それはねモイネロが投げてたら簡単に打てるピッチャーじゃないよ、うん、そうですね、うんうん、だからまあね、まあ、いろんな考え方があるとは思うけども、はい、俺は攻撃をしてほしかったなっていうふうには思うけどね。はい、ということでねそこは点が入らなかったんですが、そう7回にはね、うん、まあ中川がいいピッチングをしてそうですねその後、はい、今宮選手、ね、山川選手はちゃんとアウトに取って、はい、で7回裏、はい、で2アウトから、うん、桑原ヒットね、はい、三塁線ね、うん、で梶原、はい、つないだヒット2アウト1、3塁1、2塁1、2塁か、はい、1、2塁だね。でここで牧に回ってきて、うん、ピッチャー尾形、はい、モイネロを下ろすんだよね、はい、でやっぱ牧の状態が上がってきたなと思うのは、うん、やっぱ150キロ以上投げてくるインサイドの球をレフト線にツーベースして打ったんだよね、はい、でその前にスライダーをこうすごくいいところに決まってたんだけども、うん、
だそこをこう打ちに行きながら見逃せたっていうね、はい、ボールっていうふうに判断して、うん、でインサイドをこう打ったという、はい、でタイムリーになったんだよね、うん、で2アウト2、3塁、はい、で筒香、うん、でまあショートゴロで、まあ、チェンジになるわけだけども、はい、まあ、ここで1本出てればね、うん、ちょっと面白かったけどなと思ったけども、そうですね、はい、うん、でその後オスナ、はい、いやヘルナンデスオスナが、まあ、ピシッと抑えてね、はい、3人3人で8回9回、ね、でまあゲームセットになったんだけども、はい、これね DeNA 大貫以外佐々木浜口、まあ浜口が点取られたのかな、1点だけ。そう、あの普段は先発にいる浜口投手がそこ中継ぎで出てきまして、はい、そうですね、まあ、4回にね、あの失点をするんだけども、はい、でも浜口を出してからちょっと雰囲気が変わったね、うん、流れが、はい、で中川もピシッと抑えたし、はい、坂本も頑張ったし、うん、で伊勢もね3人でピシャッと抑えることができた、はい、で15人連続5回以降、うん、一人のランナーも出さなかったというね。そうなんですよ、実はね、いやだから非常に中継ぎっていうのはこう頑張ったなと思って、そうですね、うん、でまあモイネルも頑張ったけども、うん、なんていうのかな、こう超えていけないというかさ、ここ一本ここで出たらっていったところ勝負どころで必ず抑えられるというね、うん、まあそういうことがあるよね、うん、うん、まあだけど、まあソフトバンクはやっぱ強いなっていうのがまあ本当に率直な意見で、ね、やっぱゲームの入り方っていうのがちょっと違うなっていうような感じがするね。やっぱこうものすごくソフトバンクは入りを大事にしてるというか、ゲームの、うんうん、もうその、まあ、柳田が、まあ、先頭バッターで立つわけだけども、はい、やっぱこうなんていうのかな、研ぎ澄まされて入ってくるね、うん、打席に、うんうん、だからといって DeNA が研ぎ澄まされてないかって言ったら、うん、まあそういうわけではないんだけども、はい、なんかこう重圧感を感じるというかさ、うん、それを俺だけなのかもわかんないけども、なんかそんな感じがするよね、うんうん、まあまあ2敗しました、はい、ね、DeNA ね、はい、それで相手のホームグラウンドで戦わなきゃいけない、1日空いてペイペイも行きますからね、まあ、そうだね、そこで3試合ある予定なんですよね、うん、そうだね、うん、いやだからなんて言うんだろう、まあ東が投げれるのか、うん、ただ俺が思ったのは、うん、やっぱり右ピッチャーよりも左の方が、うん、なんか対応がちょっとできないっていうか、ソフトバンク打線が、うん、まあその方がやっぱちょっと苦手なのかなっていうような感じは受けたよね、うん、だ浜口もね今日状態あんまり良くなかったんだ、うん、で普段リリーフしないけど、リリーフしたからそうだったのかもわからないけど、高めにちょっと浮きすぎてたんだよね、ボール、うん、まあそれを捉えられて1失点してるんだけども、はい、これね多分浜口が5戦目いったら5戦目先発じゃないかと思うんだよね、はい、で東圭、うん、浜口で行ったら面白いなと思って、うん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 、ね、ただ簡単ではない、5戦目ね、うん、とにかくもう DeNA は勝って横浜に帰ってくることをもう目標にやるしかないのでね、まあそれはそうだね、うん、だから2つ勝たないと帰ってこれないからね、そうなんですよね、うん、だから、まあ、1つじゃダメだからね、そう、だからなんとか1つ2つ勝てるように頑張らなきゃいけないし、うん、はい、まあ、やっぱりソフトバンクの方は地元で決めたいだろうね、うん、まあ、おそらく3戦目はスチュワート、うん、まあ、このピッチャーが来るとは思うけども、まあね、うん、なんとか1つ早めに勝っとかないと、うん、もうどん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 ずずずずいきそうな、うん、まあ、そんな感じがするね、はい、やっぱ先手取りたいな、うん、あ、昨日も有原に先生で2点取られてね、うん、今日はツーランで2点取られてというね、うん、だからまあできるだけまあ早い方がね、うん、早く点を取って、まあ、先発ピッチャーがあのね、もうちょっとね自信持って投げてほしいな、ね、本当に、うん、なんかちょっとこう
大丈夫かなみたいな不安で投げてるような感じがするし、もっと度胸よくね、なんかね、万全に臨もうとみたいなね、うん、よしっていうようなよりは、もういつも通り肩の力を抜いて、うん、まあそうだな、楽しく楽しくやってほしいな、取り込んで日本シリーズを楽しんでほしいですね。そうそうそう、まあそのぐらいでな、うん、まあ能天気ぐらいの感じでいいよ、本当チームの雰囲気的に ね、 本当ね。でもやっぱソフトバンクの選手たちっていうのはなんかこう自信に満ち溢れてるな、うん、やっぱ有原でも堂々としてるし、モイネロなんかビンビン行くしな、で打席に入ったらな、みんななんかこうフルスイングしてくるし、うん、だからやっぱさすがソフトバンクだなっていうふうなことは見れるけど、でも DeNA の良さって、うん、DeNA の良さであるわけだから、うん、それをやっぱこう出してほしいな、ね、3戦目からはね、もうセリーグ代表で出てるんだから、そうそうそう、胸を張ってな、自信を持ってね、そうそうそう、はい、ね、まあ、3戦目以降期待してます、はい、ね、まあ、休みをねうまく利用して、うん、気分転換してリフレッシュしてね、はいはい、頑張ってください、はい、はい。